こんにちは。こんにちは。服とスノーボードの店、レイブン前橋の大輝です。はい、藤です。キイチです。さて、こんにちは。はい、デミーラ、いやー、秋冬物、はい、第1便入荷しました。やったいきなり4型超多忙でしたね。4型やばかったね。腰やっちゃったもん。妨害のスタッフもいて、ね、早めに出てもらって大変だと。そんな4型の中から、はいはい、今日はジャガードクグティ、お今ね、みんな来てるんですけど、はい、これですね。これをね、紹介していければなと思っております。はい、お願いします。で、なんかあのサンプルの時の動画でなんかここの縫い目だったりとか、ここが色違いとかをやったので、はい、今回ね、はい、色とサイズ感を見てもらおうかなと。見てもらおうかなと思っておりますので、はい、やっていこうか。はい、じゃ早速ね、はい、はい、うん、各スタッフの、はい、この着てるやつを、はい、M、L、XL って感じで見られるようにしたいと思います。はい、お願いします。はい、見ていただきましたね。はい、こんな感じで、サイズ感の参考にしていただければと思います、はい、うん、どうでしょう。まあ、全サイズ出そうな感じですかね。まあ、クブだからね、セールとかいけるけど、まあ自分は着るのは M かな。やっぱりピーチさんとクブで着ようかな。私は M かな。うん、M 買いました。ああ、M がちょうど良さそうです。これは L か。マジでなんか XL もかっこいいし、なんかいつも着てる感じのね。なんか似合ってる、似合ってる。うん、なんか2着買ったから、うん、あれサイズ一緒だね。そう、うん、両方 L 買ったんで。あれ本当に白とゴールド、はい、白 XL にしようかな。履いてもいいよね。なんかいい感じな気がする。ね、すごい2着買い、これ多かったもんね。いや、すげえ多いね。今回この色は501なんだね。1ですね、うん、はい、なんちゃって言わないことです、内緒ですね、うん、すごいよ。ご予約いただいて、すごいっつってるやつだね。そんな、はい、大手医療メーカーと。ああ、そうだね。あ、そうだね、比べちゃうと、ルート比べたらね、ちっちゃい何万分の1ですか。ありがたい。洋服業界の中のこんぐらいの粒ぐらいのところで頑張ってなかなかね、うちはあのマニアックだから、そんなにもうだって被ないし、被ないしね。そうっすね、まあ、レイブに来てもらうとたまに、あ、同じのっすねみたいな盛り上がるけど、街中では、街中では、あれ、なんかかっこいいな。うん、そうそう、あれ、ちょっと派手じゃねえけどいいなっていうね。やっぱりレミーラじゃんってなったことは一回もない。ないね。ない。けど、なんかいいスネーはあるね。うん、これ、いいね。いい感じ。生地感はなんかさ、思ったよりふわっとしてるのかな。うん、固めなんだけど、うん、表面がなんかこう、ムラ感がある。こうね、うん。ボコボコしてる感じの。うん。ジャガードかっこいいな。ジャガードかっこいいな。なんかね、ネイビーとボルド、うん、このジャガードの部分は染めてるんだって。へぇ、うん、多分ボディの天軸は普通に生地屋さんが出してるやつで、へぇ、ここの色に合わせて、うん、このジャガードね、めっちゃ一緒だよね、うん、染めてるから。金子さんがね、言ってたのは、このジャガードのとこだけちょっとこう色の抜け方がやっぱ違うだろうかな。洗ってくると、あ、じゃあいい、ね、楽しみだな。使っていくとね、そうそう、うん、着ていくほどにちょっと楽しみな、はい、うん、って言ってましたね。楽しみですね。楽しみですね。ちょうどもうなんか寒くなるもん、うん、
今年なんか10月だけど暑い日が続いたけど、うん、ここからグッと下がるしました。そうですね。だからはぜひバシッと来てもらって、うん、はい、いよいよ、うん、いっぱい来てもらえればと思います。はい、はい、そんな感じでよかったらなんかあの気になったことなどコメントをいただけると嬉しいです。はい、あとはチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、そしてあとグッドボタン、はい、グッドボタン、グッドもこれもいっぱいお願いします。そんな感じでまた。